みなさんこんにちは、れいチャンネルです。今回は小学3年生で習う漢字5文字のレッスンです。だんだんと空気が変わり、秋だなって思うことが増えてきましたね。みなさんのお住まいのところはどんな感じでしょうか。まだ暑い時間帯はありますが、秋だなと感じることも増えてきたのではないでしょうか。熱中症や コロナ等の感染症まだ心配な日々が続いていますね。どうぞご自愛くださるようよろしくお願いします。今回使うボールペンはゼブラサラササクリップ1.0ですそれではさ、それでは早速5文字書きます。 それでは今書いた漢字5文字の説明に移ります。まず、句という字です。書き順、皆さん間違えてる方いらっしゃいませんでしたか一画目は横ですよ。大丈夫ですか次が中身を書きます。しっかり引っ掛けてくださいね。 1>, 1、2と2角で1、2と書きますそして見えない線で続いて三角目がはい、こちらですよやや丸くしながら止まってください中身を書いたら4角目しっかり接してかっくんとこちらもカックンと書きたいですねで、こちらも しっかり止まってきますが1回止まったらぐっとわかりますか反ってます怒った口のように1回上にぐっと反るようなイメージでどっしりと書いていきましょう次は苦しいという字です1画目を書いて2、3と書きますがここ2画目払う方が多いです 止めてください。赤信号ですよ。カタカナのソを書くイメージで書いてもいいかもしれませんね。そして、横線ですが、1画目より4画目の方が長くなるように書いてください。で、このように囲うような線、囲うような字は、下と 横にポコンポコンと出ています。下と横に出ることはとっても美文字にとっては重要なことですので、ぜひとも出てくるようにしてください。通う、このように囲うような字は前の動画、いろいろな動画でも説明していますので、そちらもぜひとも参考にしてくださると嬉しいです。左側の縦線は長めに 右側の縦線は短めにしておくことが重要なポイントとなってきます。最終角で調整することによって下と横が出てきますので、ぜひともこのようにちょっとでもいいので出るようにしてください。はい、次、ぐという字ですね。はい、この字は上の方がたくさん面積を使っていて、下は 詰まって、小さいですね。詰めて書いてます。っていうことは、上に重心を、趣きを置いて書いてください。こちらも下にポコン、ポコン、こっちは長いですね。出ています。下に出ることはとっても重要なことですので、少しの変化で大丈夫です。出してみるように頑張ってください。はい。こちらの空間3兄弟、大体一緒となるように、 横線を描いていきましょう。さらに下に出たいということですよね。この横線はちょっとずらして上に3本描いてくることが大事です。この目のお皿、最長幅に長く描いていきたいですね。いいですか お皿の上に目を乗っかるような感じで書きます。歯と、こちらのカタカナの歯みたいな、こちらの字ですが、だいたい上も書いた頭を揃えて、下もだいたい揃えていきたいですが、こちらちょっと丸いのがわかりますか丸いですよね。丸く止めていきましょう。 ピーンではなく、ちょっと丸くすることで柔らかく柔軟がある字になってきますので、少しでもいいので書いてみてください。はい、君という字です。横角がとても多い印象がある感じですね。はい、このように横角がたくさんある場合は、どれが一番長いかまずお考えください。一画目は、 ここに書いて、二画目はここですよ。二画目がここです。三画目がこちらです。カタカナのこう書いて二画目を、真ん中を書く人もいますが、順番に上から降りてくるようにしましょう。ちょっぴり出ています。やはりこのようにちょっぴり出ること、上とか下とか横とかこのように出ることは、 美文字にとってはとっても大事なポイントですので、ほんのちょっとでもいいので、意識をしてみてくださると嬉しいです。そして2画目が一番長いですね。1画目をぐっと内側に入ってきて、2画目が長いです。とても長く書くといいですよね。で、3画目で出してきますが、 はい。こちらも軽く接して、左払いをしていきます。だいたい空間、1、2、3、兄弟同じになるといいでしょう。このように囲うような字は、先ほど苦しいという字でも説明しましたが、内側に、内側にでしたよね。縦線は左側は長め、縦線は右側が短めとなってきます。次。 かかりという字です。人弁の方、最初に書いてる方がどうでしょう。小さく書いてませんか作りの方、こちらですね。右側の部分は大きく書いてますよね。文字の書き方の大小漢字ではとっても大事です。大小も合わせて意識してみるといいのではないでしょうか。右払いが 一画目と三画目あります。方向が変わっているのがわかりますか下に向かう右払いと横に向かう右払い。二種類あります。方向の変化をつけて書いてみてください。そしてこのように引っ掛けて書くことはとっても 大事になりますので、引っ掛けることを推奨しています。ひらがなの句を書くようにして、はい、次は思いっきりぐっと上げていきましょう。ここは止まりですよ。払う人がいます。はい、この点々ですが、下に空間を大きく持ちたいので、ちょっと上に、上に書いていきましょう。そして、 点々は頭を大い,い書く位置、こちらですね。揃えて書いてくると綺麗な字になりますので、書く高さを揃えて書いてください。はい。それでは、小学3年生で習う漢字5文字のレッスンでした。いかがでしたでしょうか ?10 文字から5文字に少し前から変えました。書き方がゆっくりできたり、 説明、内容が濃いものとしたいと思いましたので変えました。たくさんごじゃごじゃ書くこともありますが簡単な覚えやすいもの一つで結構です。ポイント、コツ、わかりやすく解釈してくださっていいのでちょっとしたところから変えてみてはいかがでしょうか。それではレッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。